バイバイ。いっぱいだね。イエーイ。イエーイ。ちょっとちょっと。レタス。これ何？ブドウ開けようとしてんの、その顔は。はーい。みなさん、こんにちは。ユニコーンキッズ。つるつるのちゃんでーす。イエーイ。はい、さっき買い物行ったんだよね。お買い物行ったものを紹介します。まあ、またすごい普段の買い物なので、なんか特別なものを買ったというわけじゃないんですけど、紹介していきます。まずはティッシュ、箱ティッシュ。はーい、昔の日本のティッシュみたいにこんな。どうした？大きいです。どうしたの？どうしたの？ちょ、もっとあるか？みんなにもっと欲しい？順番バラバラでいきます。これは春雨、ちょっと中国語っぽいのが書いてあるんですけど、春雨、みーちゃん春雨食べたことないよね。久しぶりに買いました。はい。こんな風に入ってます。ん？どれがいいの？はい、そして、前も紹介したかな？コーヒー。はい、ママは毎日コーヒーを今のところ1杯から2杯飲むので、大きい豆。ま、豆で買ってます。ん？豆。次は、これは、毎回これ買ってますね。でもこれずっと置いてなくて、違うブランドのしか置いてなくて、久しぶりに、実は動画では全部買ってるかもしれないんですけど、久しぶりに置いてあったので、いつも売り切れ。多分人気なのかな。はい。これ私が。そして、はい。いっぱい買うわけじゃないですけど、今回もまた登場。はい。しんくん。はい。牛乳。今ね、まだちょっと半分残ってるので、3リットルで買ってるやつが、今回は2リットルを買いました。うん、どんどんいきますよ。オリーブ、はい、カットして、もうカットして種も抜いてあるオリーブですよ。あばい、いっぱいだね。いっぱいだね。ちょっと一回どけるよ。うん、いっぱい。あね、冷凍だから早くね。これは海苔。はい、お弁当海苔です。海苔ね、海苔好きよね、じゅのちゃんね。今食べないよ。うん、これはカフェインです。デカフェっていうのかな、日本語で。デカフってこっちでは言いますよね。のコーヒー。パウダー。これはパウダー。こっちは豆。こっちはパウダー。スポンジ。2個入り。スポンジ。スポンジだよ。ジュンちゃん、お顔見えないから。お顔見えないから。スポンジ、柔らかいでしょ。ジュンちゃん、プニプニプニ。スポンジ、プニプニプニ。ピュー。はい、一応変身して、いつもながら、化学調味料が使われてないコーンチップ、パパ用。ちょっとママ用はお菓子はまだ残ってるので、今日は買ってません。いつもサーモン 466g を買いました。サーモンの切り身。でこっちはトレベリーっていうアジの一種で、なんかね、多分釣りとか行く人は生で食べるんだと思うんですけど、美味しいお魚。いつもながらにビーフのスコッチフィレ。これはしんくんは食べられないんですけど、ママとパパととうかちゃんでだいたい1食分、ちっちゃいのが売ってたのに今回ちっちゃいの買いました。じゅのちゃんもね食べれるんだけど、まだステーキ肉はね全然食べれないので、じゅのちゃん最近ちょっとお肉苦戦中なので、はい、今回はこのドラムスティックを買ってみました。イエーイ、イエーイ。はい、これもたまに買います。でも前回紹介したこの大きいタイプのやつの方が簡単なので、そう、料理するときは。でもこっちは食べるのが簡単なので、なんかこっち買ったりあっち買ったり
これがオーガニックのお蕎麦、これがオーガニックのラーメン。はーい、ちょっとねこのブランドオーストラリア発のブランドなんですけど、多分美味しくてよく買ってます。今ねこれもう一袋、前回の残りが蕎麦とそれぞれ残ってるので一袋ずつ買いました。ちゃんと日本語でラーメン蕎麦って書いてある。あ、トイレットペーパー、はい、これは16ロール、はい、そのこれを買ってます。なんかトイレットペーパーもいろいろ種類があるんですけど、なんか安いのだとなんかスカスカで、この値段のやつが一番多分値段自体はそんなに見た感じ安くないんですけど、実際使ってみると意外と長く使える感じ、うん、安いやつの方がなんかワンロールあっという間なくなっちゃうので、我が家はいつもこのこれを使っています。で、あとはちょっとしんくんとトウカちゃん用のお菓子、これもオーガニックのセクションで買って、あのライスのなんかこの厚さが5ミリぐらい、1センチぐらいかなのこのライスの、あの、あ、こういう感じのやつで、あ、これ純のちゃんもいけるかな、ちょっとしょっぱくなかったら純のちゃんもいけるかな、ほら、お花のお洋服だよ、かわいいでしょ。ママも今日お花、純のちゃんとお揃い、お花、うん、お花だね、純のちゃんのわ、お花、お耳は、お耳、お耳どこ、お口、お口、そう、お口、うん、お鼻出てんな、ちょっとね、純ちゃん鼻垂れなの、ブロッコリーは2つで、いくらだったっけな、2つでいくら、なので2つ買いました。ちょっとだんだん純ちゃんの機嫌が、プルーン、ドライフルーツのプルーンです。ちょっと見て、プルーン、はい、我が家はいつもこれを買って、結構これ常備してますね。お弁当にも少し入れるし、おやつにもあげるし、プルーン。これが初めて買う、これバターチキンのスパイス。シンくんは絶対使えないんですけど、シンくんスパイスアレルギーで、バターチキン、インドのねカレーですごく美味しいので、ないで、開けないで、無事開けないで。なんかねレシピもついてっていて、あのどう使うか、はい、楽しみです。ちょっとねしんくんがね食べられないのが残念で、とうかちゃんとじゅのちゃんもいけるかな。スムージー用のお野菜大好き、じゅのちゃん、お野菜、これはスピニッチとケールと、はい、青汁とかに入ってるスピナッチ美味しいよねスムージーね。どうやって飲むの、ごくごくごくはい、ごくごくごくで、あとは、はい、アボカドが3個でいくらだったので3個買いました。アボカドって食べ頃すごい難しいんですけど、ここのヘタを少し押してくぼんだ、少し軽くくぼんだぐらいが食べ頃だそうです。これちょっとね、こっちが食べ頃のを買って、あと2つはちょっとまだ緑の固めのやつを買いました。で、あとは、ズッキーニ、キュウリじゃないよ、ズッキーニだよ。キュウリじゃないよ、ズッキーニだよ。だいたいミニトマトが多いんですけど、今日は普通のトマトにしてみました。トマト。うん、今日花出ますね。この一周の時間でこんなになった。ズッキーニがーちょっとみずみずしくて、みずみずしくて汁が出てる。ダメだよ純乃ちゃん。この一瞬の間に。もう紹介したことある、あの土付きのアグリアポテト。はい、やっぱ土付きのこのアグリアポテトが断然美味しいです。5個買いました。量り売りなので。キューカンバー。キュウリ、キュウリはパパがすごいあのサラダに入れるのが好きで、大体いつもあるかな。ケッパーっていうちょっと酸っぱい、これ紹介したことあったっけ、はい、
ピザとかに大体乗ってたり、パスタとかにちょっと酸っぱいのでアクセントになる、はい、タコライスとかにも入れるかな、うん、チーズ系にすごい合うし、普通のサラダにポンと入れても美味しいし、はい、おすすめです。酸っぱいのが好きな人におすすめ。あとはリンゴ、リンゴどうした？あ、これはなんちゃったリンゴはリンゴ、なんかニュージーランドってリンゴの種類がすごくいっぱいあって、今回だいたいその中で順を巡ってこう値段が安くなったりするんですけど、今回どれも同じぐらいの値段だったので買ったことないなんかピンクレディっていう名前のリンゴを買ってみました。ピンクレディ、はい、いつもはねだいたい安売りしてるガーラっていうやつとか、あとなんだろう、出てこない出てこない、あ、バーンズっていうリンゴとか、なんかね全然名前が出てこない、はい、っていうリンゴ買うんですけど、今回ピンクレディという名のリンゴを買いました。缶、ツナ缶、ツナ缶はこれはねオリーブオイルに使ってる、オリーブオイルに使ってるツナ缶でも全部オリーブオイルじゃなくてサンフラワーオイルとオリーブオイルの方が割合が多いんだけど、サンフラワーオイルも入ってツナ缶とね、ツナのしんくんちょっとねアレルギーがあるかどうかというちょっと今未知の状態です。前回食べた時少しなんか症状が出た気がして、ちょっとシンプル難しいんです。リンゴ食べちゃダメだよ、え食べちゃない。で、あとは、はい、オイル、エクストラバージンオリーブオイルですね、大体買うとしたら。あと揚げ物の時は違うオイルを使うんですけれども、サラダとかあとまあちょっとした炒め物にはもうこれを使ってます。あ、ちょっとレタス、ああ毎日レタスを食べます。はい、この袋に入ってるレタス、はい、レタス、うん、レタス、ちょっとで、今回はちょっとレモン酸っぱいよ。レモン買いました。レモンでもなんかねあんまそ、あの今時期じゃないのか全然売ってなくて、なんかあんまり新鮮そうでもなかったんですけど、もう一個欲しかったんだけど、今回はちょっと一個にしてみました。でかい大きい、酸っぱい、ね、これで今あのひよこ豆とごまペーストと、あのうちはガーリック入れられないんですけど、普通はガーリックが入っててレモン汁で、あのフムスソースっていう中東のソースを作るとすごく美味しいです。を作ろうと思ってレモン買ったんです。ブドウ、しんくんが大好き、ジョンちゃんも好きか、みんな大好きか、ブドウを、あ、今食べないよ、今食べないよ、洗ってないから、はい、ブドウ、バナナ、なんかあのこれはなんかオーガニックのバナナ売ってたので、いつもなんかいつも置いてるわけじゃなくて、置いてる時と置いてない時があって、なんかそんな値段も、まあ、数十円しか変わらないので、オーガニックのバナナをある時は買ってます。ちょっとこう良いものを作ってる人たちへの寄付の意味も込めて買ったりしてます。で、ブルーベリーが、はい、安かったので買いました。あ、みんな大好き、はい、2パック、もうあっという間なくなっちゃうから、はい、あ、これ洗わないとダメだよ、ジノちゃん、はい、ブルーベリー2パック買いました。まだイチゴが安かったので、はい、2パックイチゴ買ったよ、後で食べようね、はい、でもなんか一粒が大きい、すっごい大きい、はい、巻きようとしてる。ジョちゃんどれが好き、いちごバナナ、あちょ、これなんていうの、これ何、あちょ、いちご、あ、いちご、いちご、あちょ、いちごなの、これ何、じゃあこれ何これ何、おむや、おむや、これはおむと、むら、
アボ。アボ？何？アボト。トマト。はい、メープルシロップ。はい、我が家では結構お砂糖の代わりにメープルシロップを使ってます。メープルシロップも 100% メープルシロップじゃないと結局お砂糖が入ってるのもあるので注意です。これねちゃんと瓶に入っててカナダ産のやつで、砂糖よりも糖度が高いのでショットで砂糖と同じ量で多分数倍の甘さになるので意外とこのボトルもすごく長持ちするというね。はい、以上です。イエーイ、ジュノちゃん紹介終わったよ。イエーイ、お利口さんでありがとう。ぶどう開けようとしてんの、その顔は。はい、買ったものはこんな感じです。あ、奥のティッシュは違うんですけど手前のティッシュは買いました。はい、だいたい大量買いになるよね。はい、ジュノちゃん今ねぶどうを食べたくて開けようとしてます。ぶどう食べようか。洗うから、ジュノちゃん洗うから。あ、でも一つ買ったのにない。ちょっと十の茶遊んでたからもしかして落としてきたかな。ちょっと車の中見てこようと思ったらありました。これがすごく便利で、あの台拭きなんですけど、あの数回使える台拭き、あの使い捨てではなくて使ってくるとだんだんボロボロになってきてもうそろそろ変えようかなっていう風な感じで、で扱ってるとなんか穴が開いてくる、うん、それまでなんか使える感じの、まあ、10回ぐらい使える、あのだからなんか衛生的というか、はい、でおからとかを絞るときにもうこの新しいやつでこれを使ってます。はい、おすすめです、このタイプの布巾。はい、ぶどうね食べようね。今日まだデザート食べてないもんね。すごいずっと開けようとしてる。多分食べたいのと開けたいのと、でもねちょっと手切りそうで怖いから、はい、ジュノちゃん食べるから最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしくお願いします。ユニコーンキッズまた見てね。